もうなんかもうこれが西コースとは思えないこのにぎわいですよ。すごいですね。もう全然もう西コースだって皆さんこれここね去年まで何もなかったんですよ。想像してみてください。ここに何もなかったんですよ。こちらにね、はい、大きな大きな空き地があるんですよ。以前はねここに工場が建ってたらしいんですけど、はい、ここにステージ組んで3日間ライブずっとやってれば盛り上がるんじゃないかな。かなりの人数ここ収容できますよ、はい、ここに何もなかったんですよ、はい、いやモビリティランドさんありがとうございます。これはいい。ね、これほらお座りできるコーナーもいっぱいありますよ。まだまだ。でもあれ一番右神戸ビーフが並んでますよ。いいですね、うん、なるほど。ちょっとコンパクトに、ね、はい、飲食店は去年と数としては一緒かな、はい、うん、さあ来ましたよ。 F1 公式のシミュレーターですね。これ去年まで鈴鹿には来てなかったやつなんですよ。そうですね、はい、ついに来ましたね、はい、おっこちらにはこれ誰のトロフィー？歴代のワールドチャンピオンのサインが最初彫られたトロフィー。へえ、すごい。なんで上にところどの年代が上になって、ああ彫られてるからね。ちょっとあの映像ではわからないと思いますから皆さん想像しておいてくださいね。はい。これは今エントリーするのに事前に、はい、登録が必要なので、はい、この16時の回が今。登録が始まっていて、登録っていうかね、これあくまでもエントリーするための登録で、はい、早いもの順になっちゃうんで、じゃあこれでまずエントリーして、はい、並べばいい。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー、じゃあもう楽勝じゃん。予選見ないから。はい、太郎さん予選見ませんので、これ絶対シミュレーターやりたいと思います。ということは、すいません、乗りながら取れないんです。わかりました。承知です。よろしいでしょうか。はい、今たまたま太郎さんにご挨拶に来てくださいました。獅子さんが、太郎と一緒に予選を見ないことが決定になりました。ありがとうございます。牛肉ぶっかけうどんステーキ串屋さんで今牛肉ぶっかけうどんを注文させていただきました。今出来上がるのを待っております。こちらはどこかにお店があるんですか？名古屋に。あ、名古屋。はい、名古屋上等です。あ、本当だ。会社食堂は名古屋に。あ、そうなんですね。はい、今回初めて出店ですか？そうです。あ、なるほど。じゃあ名古屋界隈の方はぜひねこちらの名古屋上等園。上等園。上等園。はい。キューベさんにぜひお越しください。はい。はい、あ、できたみたいですね。はい。ありがとうございます。はい、こちら。ぶっかけうどんです。すいません、じゃあいただきます。ありがとうございます。はい、すいません。はい、あ、なんか同じパーカー着てる人がいる。これ、うん、うちの倉庫から盗んだんじゃないのこれ。お買い上げありがとうございます。なんか在庫が一枚合わないんだよなみたいな。はい、ということで、はい、こちら牛肉ぶっかけうどんね。はい、じゃあこの、はい、ビールの味がわからない男がハイネケン 0.0 を飲んでみた。やってみたいと思います。うまい以外でお願いしますね。よいしょ。喉で味。はい、じゃあお疲れ様。はい、でお疲れ様でーす。鈴鹿サーキットにご来場いただいております F1 ファンの皆さん、そしてモータースポーツファンの皆さん、改めまして鈴鹿サーキットへようこそ。さて、これから行われます苦い、いよいよ時間なんですけれども、フォーミュラ1 F1 の走行が予選を迎える時間が近づいてきております。表現の仕方がビールの味がわからないから表現の仕方がわからない。だけどノンアルコール独特の予選なんですけれども、なんだろう、薬みたいな味はしないです。お戻りいただければと思います。すいません、ピエールさん、ちょっと黙っててもらえますか。今ね撮ってるんですよ。もうこれ多分使えない。もうじゃあテロップで、テロップ対応です。はい、無音です。後で文句言っときます。じゃあちょっとね最後、はい、これこちら電波を出しております。FM ラジオでも実況放送をお楽しみいただきたいと思います。ほら、卵がもう
さあ、それから毎回毎回この放送室にはゲストをお招きして、ね、お肉のところをね、そして放送をしていきますけれども、もうね、熱々なんですよ、熱々、ね、あ、そうか、ご飯じゃないんだ、うどんだった、ご飯をそして解説をいただきました。あ、ごめん、ごめん、ごめん、なんかですね、ちょっと、ちょっと、あとで謝る、あとで謝る、とりあえず一口、はい、いただきます。そして何よりも、やっぱりですね、世界耐久選手権、ウィックでは世界チャンピオン、そしてルマン24時間のチャンピオンでもある、そんなですね、レーシングドライバーでもいらっしゃいます、中島和樹さんにこの時間はゲストで来ていただきまして、放送席から解説をいただきます。ゲスト、中島さん、こんにちは、よろしくお願いします。もうごめんなさい、やっぱり味がわかりません。だから皆さんお店に行って食べてください。じゃあ美味しくいただきました。なかなかこう直接応援すること、あ、いいですよ、いいですよ、はい、あ、こんにちは、オートサロンプリです。あ、こんにちは、いいですか、写真撮ってもらって、はい、あ、そのまま撮ってて、カメラマンで、今日はどちらから？今日都内から。都内っていうのは東京ね。東京です。都内からっていうのは、あの、三重県の人にはわからない。東京からです。東京から、はい、今日はどちらから？東京です。東京、すいません、どうもありがとうございました。はい、楽しんでください。はい、こちらスプリングカーブなんですけども、こちらね、あの自由席エリアなんですけど、今年、なんと改修されまして、わかりますかね、今この太郎さんがこの歩いているところ、こちらアスファルトになってるんですけど、この先の、カーブのね、先に行くエリア、昨年までこれ全部砂利道だったんですよ、この先。ところがですね、なんとパパパパパパー、この色の違いわかりますか、左側がね、新しく舗装されて、はい、これで、多少ね、天候が悪くても奥の奥まで、行けちゃうというね、改修されております。モビリティランドさん、どうもありがとう。さあ、スプーンカーブにはね、もうたくさんの、お客様がね、これ今ただいま、予選、1回目がね、始まったところでございますけれども、たくさんのお客様が、予選を、鑑賞されております。もうスプーンの反対端までもういっぱいですよ、お客様が。はい、ファンの方いっぱいです。いや、いいですね、めちゃめちゃ歩きやすい、もう全然違いますね、昨年までとは。めちゃめちゃ歩きやすいです。はい、ということで、スプーンまでね、到着いたしました。もうね、今ね、予選が始まっちゃってるんで、はい、もう皆さんね、視線はコースの方に行ってますので、佐野さんももうシャンシャンシャンとね、歩くことができております。はい、はい、ということで、太郎さんの予選、鑑賞はこれにて終了です。はい、早い。なぜならば、先ほどのね、もしチケットもらった、シミュレーターにね、並ばなきゃいけませんので、はい、太郎さんの使命は予選を見ることではなく、シミュレーターで遊ぶでございます。はい、それではシミュレーターに戻りたいと思います。皆さん見てください、太郎さんの予選は的中ですよ。誰も並んでないですよ。これは予選終わり一番乗りで体験できますね。はい、ということでね、今予選の方終わりましたんで、まもなくこちらスタートすると思います。はい、では挑戦してまいります。こちらちょっと強く引っ張っていただいてですね、僕を押しますので、あ、アクセルのブレーキ、上か、はい、いいですね、いいぐらいでストップをお願いします。はい、いきますね。あ、ストップ、あ、もうちょっと、もうちょっと、あ、ダメだな、もうちょっと前ですね。まあいっか、はい、ね、はい、いいです。はい、ちょっと浮いちゃったけど、まあいいや。これもう車がもう選ばれちゃってますね。すいません、レッドブルみたいです。さあ、カーナンバー1なのか、カーナンバー11なのか、これレースするのかね、各自のタイムアタックじゃなくて、プレッシャーだな、レッドブルに乗ってるのに。
合いの入り方が違う。これもうグリッド決められてるんだ。これフロントローアロンソかな、アストンがフロントローにいるね。どうやら太郎さんは2番グリッドからのようです。スタート30秒前です。これもう始まってんだよね多分。アルピーノが、アルピーノがよし、これいけるな。ディアレス、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 ディアレス。これディアレス聞いてないんじゃないのこれ。あ、危ない危ない。おお、持ちこたえた持ちこたえた。クソ、離された。この餌、あ、やばいやばい。落ち着いて落ち着いて。リズムが狂ったねこれ。リズムを取り戻さなければ。やべ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 。ダメだ、もう見えなくなってしまった。やっぱさっきここでこのちょっとお尻が見えてしまったのがいけなかったな。誰か雄たけび上げてるけど、あ、ゴールしたのか、うん、あーちょっと2ラップ目が悔やまれるね。あー、いやー、ちょっと2周目にだいぶ乱れてしまいました。ということで、タッペイ選手、明日は2位。トップから10秒048遅れです。はい、ありがとうございます。よいしょ、終わりました。はい、ということでこちらの、F1 の、ね、シミュレーションゲーム、また、サーキットね、どこのサーキット、 F1 のサーキット会場すべてで、ね、このゲームありますので、皆さんね、お目にされた時にはぜひ挑戦していただければと思います。はい、どなたでも、参加、足が、ね、届けばどなたでも参加できますのでね、楽しんでいただければ、楽しんでいただければと思います。はい、太郎 F1 シミュレーションチャレンジでした。ありがとうございました。